クラブメッドは1950年にジェラール・ブリッツによって創業されたフランスのパリに本社を置く国際的なバカンス会社。2012年に中国のまた星国際に買収された。旅行代金にホテル施設内の食事やドリンク、プールやリラクゼーション施設の利用料金、マリンスポーツなどのアクティビティ料金がほぼ含まれている。 オールインクルーシブというホテルプランを始めた企業である。初期のクラブメットは地中海沿岸を中心に多く建設されたため、クラブメイディテロネーという社名が付けられ、日本語では従来地中海クラブと呼ばれていた。2006年4月1日から企業イメージと商品ブランド名の統一を図ることを目的として、株式会社クラブメットに社名を変更した。 1950年、ジェラール・ブリッツは、スペイン領のマルヨカ島アルカディアに非営利団体として、地中海クラブを設立。2017年時点では、世界25カ国以上、約70カ所、日本国内では、北海道と沖縄県の2カ所のリゾートを、運営している。クラブメットは、友人の別荘に遊びに行った時のように、ゆっくり気楽に滞在し、 日常の疲れを取り除いていく、いわゆるフランス風のバカンスを提案している、リゾート運営会社である。旅行代金に、フライトや宿泊、ホテル施設内の食事や飲み物、体験型のアクティビティ料金が全て含まれている、オールインクルーシブというホテルプランを始めた、企業としても知られている。バカンス村の宿泊客を GM、スタッフを5を呼び、GE と呼ぶ。 クラブメッドは1950年にベルギー人で水球チャンピオンであったジェラール・ブリッツが戦後の暗い時代を生きる人々の幸福を願って創業した。地中海に浮かぶスペイン領のマヨルカ島アルカディアというビーチでカキテント村として非営利団体クラブメディテラネを設立したことが始まりである。初期はテントを利用した簡易的なものであったが太陽と海。 そして安らぎと温かなコミュニケーションを求める人々で賑わっていた。そこへ資金を出せる人、ボランティアでスポーツを教える人、食事の世話をする人らが集まり、それぞれの得意分野を生かした独自のホスピタリティを確立。スポーツやパーティーなどを通じて知らない者同士が自然にかけがえのない仲間になっていく貴重な体験と経験を提供する場となり、 現在のクラブメットへと引き継がれている。ありがとうございます。